思います。まずですね、ドロンコになったり、便利などを食べたりすることもあります。不安に感じることがありますが、どこまで気をつけるか分からずにおります。野外で過ごす際のアドバイスをいただきたいと思います。はい、簡単に言いますと、どこに住んでるかで決まります。で、この静岡県であれば、まあ汚染されたお茶が出てくるというようなことがありましたが、基本的にはそれほど濃縮はされてないと思います。で、本当だったら僕は測ってください、さっきのように測ってくださいというふうに、お願いするんですが、測る装置がなければそれはできません。だからベリーとかそういうものも、土壌も測っていただくのが本当にその数値を見て話をしないといけないんですが、それが分からなければ、例えば空間線量率を測ってください。で、これは、今、1万円未満で買える、某、化学メーカーから出している測定器があります。まあ、そういったものかなり精度いいです。まあ、そういったものを、お使いになられれば、線量、空間線量が分かりますので、その空間線量率が、で判断ができると思うんですが、0.1 マイクロシーベルト、1時間あたり 0.1 マイクロシーベルト以下であれば、まあそれほど気になさらなくてもいいかと。天然中で特に由利先生ご出身の、岐阜県でも、事故前から 0.1 マイクロシーベルトありますので、それ以下であれば安全かと思います。よろしいでしょうか。ですね、この和学ピクニック実行委員会で福島の子どもたちに来てもらったわけですけれども、まあ、その時も私たちが自然のところで遊ぶということで、日本平夕日の森とか、それから小田島のですね、公園とかのですね、土壌とか、いろんなことを県と市と、それからドラムフィールドの皆さんにご協力いただいて、一応調べたりとかして、受けるときには一応まあチェックして、安心に遊べるようにという配慮も私たちもしております。それから次はですね、これちょっと今後4つぐらいあるんですけど、9月に静岡まで来ていただき、必要なご案内を。前回の講演に聞かせていただいて4点伺いたいことがありましたけどね、最初に4つの2つずついきますけれども、はい、1つは、前回の講演冒頭でチェルノブイリ事故での犠牲者の半分は精神的病によるものだと話されました。チェルノブイリ事故、これちょっと通常かな、死亡犠牲者は何名ほどで死亡原因の割合とか何かあるんでしょうかということです。一応これ今中さんがまとめたものがあります。で、IAEA が事故当初に出したのは4000名という話をしています。で、これは WHO 自身でもありえないというふうに言われて、再改定の末 WHO が試算した9000名に改められました。で、このほか、チェルノブイリ会議というウクライナの、チェルノブイリのこの事故の影響を考えた会議の中では、一応、グリーンピースでは9万5000人とかそういったようなことを、死亡してるんじゃないかというふうに言われてます。で、今中さん確か5万人ぐらい、事故直接被害で亡くなられたことは確か多分5万人ぐらい亡くなられるんじゃないかと。で、その後、まあ心理的な影響というかメンタルストレスで、その命を奪われたり自分で命を奪ったりというような形で亡くなる方が多分5万人くらいいるんじゃないかというふうな形で試算されてたと思うんですが、まあ、その数値っていうのはいい加減にならないように一応それを後でお話しします。はい、はい、続きまして、先生はウクライナでの食品放射能基準値を40ベクレルパーキログラムとされて話されました。チェルノブイリ事故後の被害では内部被爆の影響が大きかったと聞きます。なぜ日本では500ベクレルパーキログラム100ベクレルパーキログラムになってしまったのですか。はい、これは僕も国に対してはっきり厚生労働省に対しても言ってます。で、食品安全委員会に対してもクレームをつけてるんですが、これは、ウクライナの場合は食品によって摂取量によって違います。例えば、我々日本人はお米を多食します。で、たくさん食べるものに対しては少なくする。で、それを食べないものはそこ1キログラムも食べないということも含めて、めったに食べないものに対しては、そこそこ高いものでも大丈夫じゃないか、1
回の食べる量というものを決めていけば、変えていくことが、あると思います。で、子どもの40ベクレルというのはこれ乳幼児です。乳幼児の離乳食です。離乳食で、40ベクレル以下であれば大丈夫であろうというのがウクライナの基準値です。で、それを僕は学校給食に適用するということは、中学生や小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんでは乳幼児よりかは影響は少ないので、乳幼児の食品基準値を導入すれば全体的に言えば、まあ、安全ではないかということで僕は40ベクレルというものを入れました。ということでよろしいでしょうか。静岡でも放射能測定器が購入されて、今1ヶ月に経つんですか、学校給食 の、 測定が行われておりますけれども、ただあれは全部まとめて食材が取れるんですね。その方がいいです。その方がいいですか。その方がいいです。というか一食一食その食材をやるよりはもう給食1回をドーンってやって 1kg で見た方が、その時出てしまったら我慢してねって言った方がかえって安全なんですよ。我慢してね、はい、でパンだけで我慢するとかですね、やっぱりそういうぐらいの気持ちを持って守れば僕はいいと思ってるんです。それが自国の世の中で全てを与えられるんじゃなくて、その自由というものは、安全というものを持った上でやるべきであって我慢も必要であると僕は思います。はい、はい、ご意見のある方もいらっしゃるかもしれません。はい、次です。すいません。テレビ面では5人シルベルト以上で避難指定と聞いています。まず日本では20人シルベルト以上で、避難指定なのですか。まるで御用学者のようなことになってしまいますが、これはまず事故直後でいうと20ミリシーベルトという値で、この避難というのは、まあ、他の事故でよりかは随分低いというふうに言われています。でウクライナでいうとこれは5年後です。事故後5年後に、その5ミリシーベルトという値が5ミリシーベルトというよりは、セシウム換算で多分5ミリシーベルトになるような計算という形になっているんですが、だから148万ベクレル、パー平米、1平米あたり148万ベクレルというのが、5ミリシーベルトというので、第1層で、その義務的、居住権利を有するというのが、18万5000ベクレルからだったと思うんですが、18万1平米あたり18万5000ベクレルというのをセシウム換算でいうと大体、5ミリシーベルトになるというような形で計算しています。でこれは事故後5年後ぐらいからなんで、事故直後から20ミリシーベルトというのは、実は、いい方なんだというのは国の言い方ですが、僕はありえないと思います。だって考えてみてください。もともともチェルノブイリでこんなことが分かっているのであったら、こんなもんわざわざ20ミリシーベルトで区切る必要ないんです。だから僕は大反対です。でしかもこれは、1977年に出された、国際放射線防護委員会の77年の報告っていうね、あ、韓国77年の韓国に職業人の被爆線量限度というのは1年間で20ミリシーベルトを超えてはならない、かつ5年で100ミリシーベルトを超えてはならないというふうに謳われています。これが子どもには適用されるわけではない。で、職業人というのは生活をするということ、それによって、お金をもらって生活をするという、リスクと利益というものが、両方合わさってるから年間20ミリシーベルトというのが決められるんですが、小さな子供に対してそれをリスク以外の何をもないわけです。だからそれをいきなり20ミリシーベルト区切るっていうこと自身がナンセンスであるというのは強く僕は今まで国に対して言ってます。でありえません。で5ミリシーベルト自身も僕にとっては辛い、選択だと思います。で小さな本当に乳幼児であれば2ミリシーベルト以上はやっぱり避けるべきではないかというふうに言って、日本末でもとにかくそれを対応してもらうように今やってるぐらいなんで、やっぱり僕は最初5ミリシーベルト、これ事故当初どこでもかなり高かったんで仕方ないと思ったんですが、もう2年ぐらい経とうとしてるとやっぱりそのぐらいどん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 下げていくべきではないかというふうに思っております。はい、はい、ソ連がチェルノブイリ法ってね、さっき言った5年経ってから法律が作られたんですけど、はい、1から5は選択ですよね。はい、住民の選択で移動したい人はする、はい、残りたい人は残るみたいな、それからこうなってる。そうですね、はい、続きまして、福島だけでなく11月からは長崎、山梨、青森等で甲状腺検査が始まっていると聞きます。はい、地
方の検査結果と福島の原発事故の因果関係とかその関係性はい、はい、でしょうか。はい、これはやっぱり全国で調べることも必要かと思うんですが、僕自身としては、これは住む環境によっても違うでしょう。例えば西日本の人っていうのは、まあ、薄口であってあまりしょっぱいもの食べないんですが、東北地方ものすごい辛いもんですよ。で、僕西日本の人間ですし四国ですから薄いんですよ。で、本当に辛いんですよ、しょっぱいのが。で、そういったようなものを、で、これ全く違う食生活の方々と文化が違うところを比べるっていうのが、僕はそれは一つの方向性としてはあるかもしれないけれども、もしやるんだったら山形とかですね、汚染がほとんど少なかったという山形県とか新潟県とか、そうやって実は僕この夏に、夏休み子どもラジオ科学相談室というやつですか、あれの講師になった時に昆虫学者の先生と話したんです。で、昆虫学者の中でそのベニシジミという蝶々がいて、その蝶々がどうやら福島県内ですごい異常が出てるっていうのがネイチャーという国際的に一番権威のある論文集なんですが、その論文に出てるんです。で、これ本当ですかって、僕は突然変異ってこれこういうのをよく見てるけども起きますよねって言ったら、実はそうなんです。この論文の間違いは実は温度変化で明らかに、こういう蝶々っていうのは、異常が出るんですって。だからちょっとでも温度が変わると暖かい寒いで変わるんです。だからそういう時の調査は緯度を同じくするんです。だから同じ緯度で調べていくんですが、その論文では南に下っていくんですよ。温度が違えば変わってくるんだということを調べてないということで問題を指摘されました。まあ、そういうことも含めて考えたら、やっぱり同じような食生活で同じような環境というところでやっぱり調べていくのが、筋であるんじゃないかと僕は思っています。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、食品についての汚染状況ですが、静岡の食べ物は安全ですか、魚は食べても大丈夫か、特に魚は震災で食べれていないので魚は食べても安心かを聞きたいです。つらいですね。僕もね、こればっかりは特に魚はわからないです。調べられないです。調べてないんで、で、このあえて風評被害を恐れず言うんであれば、やはり調べなくてはいけないであろう。しかもそれは安全であれば安全だと歌えばある程度付加価値で高くなっても僕はいいと思うんですよ。その分だけ安全な食品を手に入れるんだと。ただそこで中国産を日本産と偽るような業者が出てくるから困るんで、そこはきちんとしたチェック機構を持てばいいし、あとは漁港が水揚げ港になって産地になるわけですよ。例えば北海道の先で取れたものを福島で取れたものも、例えば愛媛県で水揚げしたら愛媛県産になるわけですよ。これって怖いわけですよね。で、そうではなくて、本来であったら取れた場所をちゃんと書いていただくというような形が、まずは測る前に信頼性を、通じるものじゃないかと思ってます。で、魚は食べていいかって言われたら、わからないと。わからないけれども、魚僕大好きなんですが、まあ、できるだけ日本海産を食べてますね。はい、はい、ということになります。はい、続いて、現状での放射線基準値の捉え方についてですが、妊婦子供赤ちゃんの考えの対応はどうしておりますか。やっぱりこれさっき言ったように、赤ちゃんや妊婦っていうのはできるだけ低い方がいいと思いますし、その線量っていうのは福島であれば、福島市でも1マイクロ、実際モニタリングコースでは非常に低いように書いてますが、1マイクロ前後まだあります。そういうところではできるだけ僕はちょっと考えた方がいいですねというようなことも言うことはあります。で、こればっかりは僕もそのどこがいいかという基準っていうのは線を引くっていうのは非常に難しいんですが、せめて僕は国際放射線防護委員会の2倍以内に抑えてほしいというふうに年間被爆線量を言ってます。はい、ありがとうございます。続きまして、福島の除染の手抜きが指摘されております。蒸気をかけて種やしにしたりするとずさんな感度が効かされているようです。除染に関して木村先生がどのように矛盾を感じていらっしゃるかお聞きしたい。またこれからの除染はどうしていくべきなのかご意見をお伺いしたいです。はい、
これ除染が効果があるところっていうのは空間線量率でいうと、2マイクロ3マイクロ未満ですね、ここでは除染をすれば明らかに減ります。で宮古寺地区というのが田村市、川内村と田村市県境から、市境ですが、この宮古寺地区というのがものすごい範囲、何ヘクタールかわからないぐらい山の森林除染もう実証実験やられています。これは森林組合が、依頼してやったというふうに言われているんですが、明らかに線量が下がっています。なので効果はあります。で山全体を除染しているんで、これ本当にやってるんだというのが、この1月1日、さっき一番最初に言ったようにそれを見てまいりましたが、とんでもない除染なんですが、それでも効果はありました。で、実は、大熊町との、境が宮古寺の一番先なんですが、この宮古寺の先まで除染してるんですが、大熊町の、手前で、除染がピタッと止まってるんです。そこ行くと1マイクを超えますから、やっぱりこの半分以下になっているということは効果はあるんだということです。だからとてつもない闇雲に高いところをやるというのは僕はありえない。例えば、3マイクル以上のところを、除染するというのは僕はただの無駄だと。でこれは、時間を置きながらやっぱりその線量が下がっていくところを見なして除染していくことがあってもいいのかどうなのか、そこもわからない。なぜならばそれはそれだけのゴミっていうものが出た時にどうやって処理するか、処理は原発8町村に、全部任していくっていうのも限りがあるから、それが本当に起きれるかどうかもわからないという状況なんで、それはやっぱり量を減らしていくっていうような技術も相まってやるということで、除染について非常に難しい岐路に立っていると思います。だからやれるところとやれないところというのをきっちり分けてやっていくべきではないかと思います。で無駄に税金を使う必要はないと僕は思っています。これは質問ではないんですけど、もう一方の方から、はい、そこの森林、まあ、を、ね、はいはい、伐採するというのは聞いているんですが、はいはい、実際水蒸気水でやる場合に、はい、まあ、だから除染は移染移す汚染ではないかと。ああ、そうですね、はいはいはい、そうだと思います。だから覗くことは不可能ですから、移す、で洗い流すときでも、シダ病の方、さっき見せた僕が入っているいわき市のシダ病のところではちゃんと溜めてタンクでやってるんですが、川内村は、最初の方は全部洗い流されると、溜めると言ってたのに全部溜めずに洗い流されてしまったというふうに嘆かれてました。そういったような現実というものがありまして、でそれは業者によるっていうものもあります。でセレコンからの下請けの段階があるんです。で原発作業員、これは僕は厚生労働省時代に、調べていったときなんですが、原発の作業員ですら80件まであるんですよ。だから80件ですよ。だから最初のゼネコンが受けてるところはきっちりしてますよ。で搾取してるわけですよ。これをどん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 投げていくっていうこと自身で、そこで大量のお金を取っていくっていうことが、これが間違いのもとであるということをまず考えて監視するにしても、その業者が全部が全部悪いわけではなくて、その業者が受けざるを得ない、そういうふうになってくるっていうことも全部含めて、誰がどうなってるのかっていうことをきちんと明らかにするっていうことが本来のところじゃないかなと僕は思っています。はい、ありがとうございます。はい、これ最初にお話があったんですけど、はい、コルミシス効果、窓温泉のね、はいはい、現在どこまで解明されてるんでしょうか。実際にある線量によっては健康増進が期待できることもあるんでしょうか。ありません。でこれは、2007年度に、青森県のこれ科学技術庁が、当時の科学技術庁が、大学団体として作った青森の環境科学技術研究所というのがあるんです。これは青森県に、文部科学省がお金を全部投げて、青森県の県の団体として財団法人としてあるんですが、実質は文部科学省の研究機関です。これは放射線医学総合研究所の天下り機関だったんで、僕よく分かってるんですが、そこでその人たちが悪いわけじゃないですよ。1群500匹のオスとメスに対するネズミさんを線量が3段階に分けて、生まれてから死ぬまでずっと何もせずに餌を与えて運動させて、ずっと放射線を当て続けた実験やったんです。で4000匹からなる
その結果、ネズミさん入院、明らかに線量が高いところでは乳がんや、白血病などさまざまな、がんや、病気が出てきました。で、線量の低いところでは、有意な差、明らかに、これは平均値よりも超えているよということは言われませんが、傾向としては明らかに寿命が短くなっているというような傾向が出てきました。ということで、低い線量でもこれは影響はあるんだということを証明しているものなのかというふうに、その、大桃陽一郎先生というこの理事長先生だったんですが、当時の大桃先生にお伺い立てたところ、そうだというふうにご本人もおっしゃってましたので、やっぱりその実験をされてた先生方でも、やっぱホルミシスっていうのはないんじゃないかというふうに思われてます。これが、つい最近、釧路で講義をした時に、こうやって会場から、質問が来ました。っていうのは、北海道大学の原子力工学科の名誉教授と、現役船の、准教授の先生が講演し、多少の放出は体に健康であるというふうに言われたと。これ本当ですかというふうに言われたんですが、これ聞いてください。僕は医学が専門です。だから原子炉についてっていうのは、僕の分かる範囲というのは、僕は物理、化学、薬学、医学と4つの大学卒業してやってきたから、分かる範囲では僕は分かるというふうに言いますが、原子力工学の人間に人体のことが分かるすわけがない。そうだったら飯食えるわけないんですよ。これ分かるでしょ。だから僕はやっぱり自分で、それを自分の生業としてやってるっていうものに責任を持って話をするんですが、責任のない人たちが責任をなく、平気で言う人たちがたくさんいるっていうことが、ありますので、やはりこれも気をつけていただきたいと思います。だから、こういったところで、質問がある、ホルミシス効果あるというふうに言われる人たち、ほとんど原子力工学屋さんです。以上です。ですね、あと寄せられているもう一方なんですが、非常に長くご意見というか、原発の先生なんかが言われていることに危機感があるということを含めてあるんですが、ご質問の方はですね、質問はいわゆる低レベル放射能の子どもたちに対する長期的な影響をどのようにお考えになっておられますか、聞きしたいと思います。お話も結構ありましたけれども。はい。それは子どもたちに対する被曝量というのが、もともとの被曝量というのに起因すると思います。だからどの時点でどこのところでどのくらいの被曝をしたかで決まってくるんですが、これが、何もかにも全て放射能が怖いということで片付けられても困ります。だから、それに対してはわからない、それは、個人の被曝線量がある程度大体場所によってもざっくりとっていうか、こう噛んでこの回かなというようなことが分かるんですが、その住む場所によって決まってきますので、一概には言えません。で、子どもたちの影響っていうのが云々というのは、やはり僕がチェルノブイリの調査をした上では5ミリシーベルト以上の被曝をした方々にはやっぱり何らかのあるかもしれないなと感覚的にはあります。ただそこまでの証明というのは今もってまだできてません。それを今ずっと調査をしているのが今の僕の調査なんで、どこまでというのは分かりませんが、僕の調査の中でも感覚的には5ミリシベル以下ではほとんど影響は出てないというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。ですね、事前にお伺いして質問は以上です。で、今これ4時12分で4時に終わりなさいという大変厳しい話なんですが、それでも会場で2人とか何かお聞きしたい方いらっしゃいますか。1人、それから1人いいですか。じゃあ3人いらっしゃる。すみません、3人って言ってるけど、じゃあ時間、じゃあ1人、2人、じゃあ3人、ね、じゃあよろしくお願いします。貴重なお話ありがとうございました。25年経ってですね、ウクライナが、はい、政府が未来のための安全という報告書を出しましたね。はいはい。で、あの中で確か、年間1ミリシーベルト以下、はい、0.5 マイクロシーベルトでも健康に影響が出ていることが考えられるという話があの中で出てくると思うんですよ。で、その報告書についての先生の評価はどうでしょうか。それは、彼らというのはその
誤解を恐れずに言うと、行楽因子というものを考えてないんです。行楽因子というのは我々専門用語で言うと、酒やタバコ、そういった、食生活や健康条件、また寒さとか、というようなあと収入でも違いますよね。そういった条件を全然考えてないところが多いんです。だからウクライナのそういった報告書自身でも、僕はウクライナ入っててそれおかしいやろということが山ほどありますから、そういった部分はあまり信用しておりません。よろしいでしょうか。じゃあ次の方どうぞ。静岡の石川といいます、はい、先生いろいろあのデータのある講演会ありがとうございました。あ、ません、その中で日本マスの内部被曝に引っかかった人っていうような形で検査されて、はいはい、1ヶ月ごとにあの検査をされているっていうお話があったんですけど、はいはい、そういう内部被曝に引っかかった人っていうのは、はい、血液とかで何ベクレルとか出たりするんですか。いやいや、ポールボディカウンターといって体の中にセシウムがある一定時間はとどまっております。少しずつ抜けていくんです、尿とか汗で。で、まあ、糞もそうですね。で、その代謝の速度によって残ってる状況を、精度のいい測定器によって測っていくというので、見ております。全身の、セシウムを測定しています。そしたらそういうあの引っかかった人の月々の、はい、傾向の検査っていうので、血液検査っていうのはされない。血液検査をする理由がありません、はい、っていうのは全身の被曝量は測定器で測れるから血液を調べるというのが、問題はこれは血液の異常が出るか出ないかというようなレベルをであればもちろん調べますが、それは血液のレベルでいうと、白血球の異常とかそういうものが出てくるんですが、そういったものを調べるレベルの被曝ではないということです。よろしいですか。はい、はい、じゃあ最後の方、はい、今日はいろいろありがとうございます。具体的な例が出ましてありがたいと思います。という中でですね、はい、一つの基準じゃないですけど、目安としてですね、はい、例えば小学校1年生の子が、はい、そういう検査をされるときに、はい、何年ぐらいやったらいいでしょうか。例えば毎年やるのか、あるいは生きてる間やるのか、はい、あるいは一つの目安として5年内の頃だったら減ってきたので、そこで止めるのか、その辺はどんなものでしょうか。僕は最低でも最初から事故から20年は見続けるというふうに言ってます。っていうのはチェルノブイリ26年経ってもこうやって今現状が起きているということを見ているんであったら、僕は一つの目安は20年かなと思ってます。わかりました。やっぱ親としてね、はい、まあ、一つの目安がないと、はい、あくまでも精神的パニックリが強いかと思うんですよ。そうですね。カンセラーしていくにあたっても、やっぱりそこらは今後精神カンセラーが必要だと思いますので、はい、やっぱり何か和らげるものがないと、あくまでも子供は産めない、大人はあの世が近いという形で、やっぱり子供が多くなければ世の中できないと思うんですから、はい、その辺でお考えしました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。まあ、一言言いますと、遺伝的な影響っていうのはほとんど起きないから子供を産みなさいというのは私の言ってるものなんで、これはさっき僕が、講義の中でも遺伝的な影響は数十世代以降に出るかもしれない、うん、その程度のものですから、しかもそれは本人すら分からない程度のものですから、子供には影響は、次世代には影響がないし、そのずっと先まで分からないよということですから、全く恐れる必要はないというふうに僕は言っています。はい、ありがとうございました。ですね、あと続いてまでお話聞きたい方は4階の会議室の方で引き続きまた意見交換会をやりますので、お願いをしたいと思います。まあ、私たちの先ほどの先生から示されました環境圏ですが、3月15日から22日の間に静岡県の要素がドドドドドッと来ている青いですね、動画を見させていただきました。私たちもまた汚染された地域であるということの認識をやっぱりしっかり持たなきゃいけないことと、それから子ども被災者支援法という法律が昨年超党派でできまして、ところが政権が変わりましたので予算編成を今全部やり直しをしておりまして、
この法律は理念法なものですから、あの今あの木間先生からさまざま指摘された問題が具体的に福島県やあるいはこれ全国の被災者に及ぶわけですけれども、どういう形で具体的な健康調査であるとかさまざまなサポートの施策がどうなるか、これがまだ全然あの未定の状態でありまして、あの私と新潟県の中山という議員とそれからいわき市の佐藤議員3人で共同で代表しているんですけれども、福島原発審査情報連絡センターというところで、まあ、来月あの国会で委員内集会をやりまして、まあ、復興庁の考えを聞こうと、まあ、いうことをまあするわけですけれども、まあ、その意味で先生の今日いろいろ聞いたお話と具体的な政策の執行場面で私たちがどれだけ今の事故からですね、どういう形で対応ができるのか、このこともまた大きな課題ですので、これからまたぜひこうした勉強会等をご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。